どうも、宇宙ヤバイチャンネル中の人のキャベツです。今回は火星で起こるのろしのような現象の謎を解明というテーマで動画をお送りしていきます。火星ののろしのような現象、去年2020年の7月の17日と19日、火星を周回しながら探査を続けている探査機マーズエクスプレスが火星表面にいて、のろしのような奇妙な現象が発生している瞬間を撮影しました。のろしのような現象が確認されたのは、標高1万6000メートルにもなる火星で3番目に高い山であるアルシア山です。1万6000メートルで3番目っていうことなので、本当に火星はものすごく巨大な山が多いんだなっていう印象を受けます。そして、こののろしのような現象というのは、最大で長さ 1800km、そして幅も 150km にも達するほど巨大な現象でして、なんと地球からでも望遠鏡でその様子を確認できることがあるほどなんだそうです。では、こののろしのような現象の正体は一体何なのでしょうか。これは、アメック、アルシアモンスエロンゲイティッドクラウドの略ですね。そういう名前が付けられているアルシア山の実に現れる特徴的な雲ということになります。このアルシア山は火山なので、アメックは火山活動によって上がる、噴煙みたいなものというイメージが浮かぶかもしれませんが、実際にこのアメックは水の氷でできているようです。そして実はアメックは、今回の観測以前にも、その姿を何度も観測されてきました。地球の西暦で言うと2009年、2012年、2015年、2018年、そして2020年にも撮影されています。で、今表示中の画像についても、これは2018年の10月のアメックの画像ということになります。アメックは火星の南半球で、太陽が最も高く昇る南周を迎える頃に、毎年アルシア山にて朝方によく見られる季節的な現象なんだそうです。アメックは早朝から約3時間ほど雲が現れ、数時間後にまた消えてしまいます。そして、80日間にもわたって現れては消え、現れては消えというサイクルを繰り返しているようです。アメックの謎が解明。アメックはその形成メカニズムが長らく解明されていませんでした。これまで、アメックは火星を周回する探査衛星が午前中にこのアルシア山の上空を通過する際に偶然撮影されたことが多いので、散発的にしか観測されていなかったためです。ですが、今月の3月9日、このアメックが形成される瞬間からの映像を鮮明に捉えることによって、その発生メカニズムが解明されたということで大きな話題を呼んでいます。今回観測に用いられたのは、ESA が打ち上げた火星周回衛星マーズエクスプレスに搭載されている通称 VMC と呼ばれる古いカメラです。VMC は2003年製のウェブカメラ相当の性能しか持っておらず、マーズエクスプレスから、着陸機を切り離す際に、それを確認するという役割を果たして以来、一般公開向けに火星の映像を撮影したりとかはあったようなんですけど、研究的な目的で使われることはありませんでした。ですが、解像度が低い代わりに広い視野で時間的な変化を観測することに長けているというメリットがあったため、研究チームは VMC を研究のために用いてアメックの変化を観測するということを試みました。そして、こちらが実際に VMC を用いて撮影されたアメックの様子となります。で、左の方に徐々に移動していく黒い巨大な部分があるんですけど、これは日の光が当たらない夜の部分でして、で、この青い線が、これも左に移動するんですけど、これは夜明けの瞬間の場所ですね。で、画面中央にですね、少し右ら辺にこのアルシア山があるんですけど、夜が明けた瞬間からこの白い雲が出現して、で、徐々に左に伸びていくという、様子がもう鮮明に映し出されているのがわかると思います。今回の研究で明らかになったアメックの発生メカニズムとしては、まずアメックが
毎年発生する南半球の春から夏にかけての時期の明け方に、アルシア山のふもとにある高密度の空気が山の斜面を登り始めます。そして斜面を登っていって、周りの空気が下がるにつれて高密度の空気は徐々に拡散していって、空気中の水分が塵の粒子の周りで、凝縮していくと。で、そうすると、地球でいう飛行機雲のような現象が発生します。これがアメックの形成メカニズムだということです。で、具体的に言うと、標高で 45km あたりから空気が膨張し始めて、その後2時間半ほどかけて、なんと時速 600km もの暴風に乗って西へと流されていく、ということによってこれほどまでに長く巨大な雲が形成されているということになります。そして、太陽が真上に来る正午になると、氷の雲は蒸発して消えてしまいます。この一連の流れが、数ヶ月の観測期間中毎日繰り返されていたようです。太陽系の中で、火星ほど地球に似た性質の大気を持つ惑星は存在しません。今回メカニズムが解明されたアメックについても、先日の通り地球の飛行機雲と性質が似ています。ただし地球上でこれほどまでに巨大で、鮮明な飛行機雲が形成されることはありません。今後も、このアメックの、様子を研究することによって火星だけでなく地球の気候もより深く理解できるような、新しい理論モデルを形成することが期待されています。はい、ということで今回の動画は以上になります。この宇宙ヤバイチャンネルではこういった宇宙系の動画を日々投稿するので、ぜひ宇宙に興味がある方はチャンネル登録をお願いします。それでは中の人のキャベツでした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。こちらの動画の最後に姉妹チャンネルである科学ヤバイチャンネルの宣伝をさせていただきたいと思います。宇宙ヤバイチャンネルでは、普段から宇宙に特化して動画をお送りしているんですけど、科学ヤバイチャンネルではより広く科学全般のネタを提供しています。科学ヤバイチャンネルではこういったアニメーションを用いて動画を制作しています。そして、宇宙ヤバイチャンネルがメインなのでこちらの投稿頻度を下げないために科学ヤバイチャンネルでは、僕キャベチ監修のもとで、優秀な友人2人に協力してもらって、3人で動画制作を行っています。とても、楽しいコンテンツとなっているので今再生中の動画の概要欄からぜひ、科学ヤバイチャンネルの方も足を運んで見ていただけると嬉しいです。